っけ、縁日堂入ったけど、もう漫画倉庫の設定がクッと緩い、ま、はしゃばも広いし、何やっても撮れるみたいな設定になってる。ただこれをいつまで続けられるかってとこですよね。これがこれからどんどん人気店になっていくと思うんで、すごいな。ラクサルとかそういうのも入って、なんか前の雰囲気が一瞬なくなってる。入り口から入ってこの左に行くと、あの以前の縁日堂の設定が全然残ってるんですよね。レトロ台といいますか、だから半分縁日堂半分漫画倉庫です。すごい空間やわ、ほんまに。ゲーセン同士がこう手を結ぶというか、助け合うというか、なんか素晴らしいちょっと様子をね、覗くことができてます。どうしようかな、何でも取れると思うから、とりあえずいっちゃんでかいやつも潰しとく。悪いけど、まあ、何やっても取れると思うんで、奇跡的にマジ誰もいない。見てください、この撮影してください環境。やばすぎ、どうなってんねん。常闇行きます。すごい動き。本来これでは取れへんからね。このフィギュアって、結構重いですよ、確か。制限ない、制限ない、これ。
はい。やばい。あーやばかった。よっしゃ。惜しい。景品入ってる。縁日堂コーナーの方に入ってたっていうの。あとこれね、木海さんの筐体なんですよ。これちょっとやってみようか。当てて引き抜く。あー、はい、割とむずいぞ多分。耐えた。で、だいぶ下がったんで、もうまた押してていいと思います。はい。赤字やろ、こんなん。どうですか600円チャレンジ。600円。社長、ワンチャン。バランスキャッチします。そんなことしなくてよかった。これいや、ちょっと奥すぎます。あしても失敗する。え、前に出そう。あれ、何これ何これ。朝にやって失敗したやつ。なるほど。何とっても良かったんだな。あー、惜しい。カッコつけた。行きがあったわ。手前すぎたかな。ああ、何それ何。いや、たまたまっす、マジで。今のはめっちゃうまい。うまいです。もううますぎて逆にたまたまやのにな。あ、これで決めたらかっこいい。ラストかっこいい。ラストギリ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 。かっこよくねー。いや、もうA の穴を入れてたんで、もう満足してるんですよ。あー、うまい。よし、まあ、ぐるってやりたかったんですけどね、これ。というわけで、縁日堂はこんな感じになってますよっていう動画でした。ちょっとあそこ、アキネさん映ってるから、ちょっとまあこんな感じの素晴らしい店舗になったんで、皆さんぜひ来てみてください。